皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。はい、今回は、ワイルドスピードシリーズのね、こちらですよ、ダッジチャージャー RT70年のね、はい、こちらです。エンジンがぼっこり出てる。で、これね、だいたい発売されたのは、購入したのは半年ぐらい前かな、もうちょっと前かな。このフェアレディジェットカスタムとかね、エンジンが出てるこの黄色いやつ、黄色のメタリックのやつとか、あとこのあれですね、ハコスカが販売になった時、ちょうどこの時にね、購入はしてたんですけど、まあ新製品ラッシュでどんどこ、これを紹介する前に他のを紹介してしまったという感じですね。はい。ということで、まずはね、外箱、外を見てもらいましょう。で、これね、スマホを横にしてください。スマホを横に、ヨンとね、これで全体的な大写しが綺麗に見えますので、で、今、表ですね。で、裏面ですね。裏面ってね、はい、カルメンです。はい。ツッコミ入れてください。頭の中で、はい。で、これ、英語表記に日本語マテルさんがシールを貼ってるという感じです。はい。で、これで、感じですね。で、見てもらったので、スマホを元に戻してもらって、ピヨヨヨヨンと。はい。で、この時にはですね、あ、ちょっと倍率上げましょうね。この10台が販売されたんですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい。で、まあ、大野がね、この中から、まあ結構買いましたけど、こういうやつは買ってないかな。今風のやつは買ってないですね。割と古いやつを全部買ってますので、まだご紹介してないやつもあるんですけど、とりあえず今回はね。だから、この2つはもう紹介しておりますので、動画をね、過去に遡って見ていただければ見れますので、はい、すいません。で、ピヨーンと戻して、で、この状態で、開封していきます。で、大の開けで開けますね。大の開けっていうのは、このブリスターの透明な部分じゃなくて、裏をこの字にカットしていきます。はい。で、それでね、最終的にそのコの字にしたところを蓋のようにしてね、開け閉めして収納しやすくするというやり方です。で、まずはここのギリギリぐらいのところから裏とね、表をこうちゃんと見ながら、こうこれぐらいかなというのを確認したら、ここから下にこういきますね。で、ここで刃が止まります。で、止まったところで一回抜いて、で、下に行きますね。お、え、あらら、お、よいしょ、下に来ましたね、こうやってね、下、はい、で、よいしょ、ここで止まってますね、はい、止まったところで抜いて下に、はい、ここで止まりました。で、これで今ここがね、この字にカットできた状態です。で、これをドアのようにね、こうしたいんですけど、このままグッとやると、ここがね、バリッて剥がれる時があるって、親指を添えながら、グイ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 ーとやります。はい。これで、ここに扉が完成しましたね。はい。で、こう、ね、こうやると、摩擦でね、ドアが開けにくいんで、こう、振ってもね、ドアが開かないという、あんまりね、これが。で、ここが支点になってますのでね、こう開いてきても出ることがないです。はい。ということで、壁にね、このまんま、ディスプレイされる方は大の開けをおすすめいたします。ね。共用じゃないですから、おすすめでございます。はい。ね。で、なんでここがね、カットしたら嫌なのかっていうと、大のはね、ここをね、カットした場合はね、ここがブランブランしてね、すごい安定が悪いんですよ。で、エアコンのね、前のところにディスプレイした場合はね、飾ったりした場合はね、これ、どこを開けてもね、ここをカットすると、ビヨーンってね、変形してくるんですよね。だから、それが嫌で、この、大の開けをね、考案したんですけど、いかがでしょうか。横からピローンと出てきます。はい。ぜひね、あ、そうだなと思われた方は大の開けをね、されたらいいと思います。はい。ということで、おー、かっちょいいですね。やっぱりね、この時代の車はね、本当にね、なんか四角いのであったり、こういうハードトップっていうかね、こういうのもなんかかっこいいですよね。
もう今の車と全然違いますね、やっぱりね。はい、ということで倍率を上げてみていきましょう。ドロン。はい、行き過ぎ。みたいなね。はい、はい、はい、はい。どうでしょうか、皆さん。あ、なんか、合ってませんね。合ってるか、今。ここに RT って書いてますね。うわぁ、このね、エンジン。メッキエンジン。すごいですね。あ、でね、これメッキエンジンとここの、フロントの部分と後ろの部分は全部このサンドイッチされてるんですね。ボディが、メタル、鉄で、で、ここがプラスチックなんですね。プラスチックのボディと、鉄の間に、このメッキのパーツがガシャンとこうね、サンドイッチに入ってる感じですね。だからこう、シートとかもシルバーですね。メッキの状態。まあこれは絶対ありえないんですけどね。まあしょうがないですね。まあだから、こうサンドイッチされた真ん中の部分、これとこれとこれですね。まあ、うん。あ、で、ここ、透明じゃない、ごめんなさい。メッキパーツのところにちゃんとね、ここが、後ろがね、タンプ印刷でこう、塗装されてるんで、すごいこういいですよね。で、フロントは、ここはね、メッシュなんですけど、本物のやつはここがね、すごいまあ、ブラックアウトしてるっていうか黒いんですけど、まあそこまではね、塗られてないんで、自分で墨入れをできると、自信がある方はされるとこう、より立体的になるかもしれませんね。っていうかね、これね、結構彫りが深いし、メッキだから、薄めの黒を流し込んでやって、なんだっけ、綿棒でこう擦ってやれば、メッキだからすごいこう、剥げやすいっていうかね、色が落ちやすいんで、簡単にできそうですよね。で、このイラストと同じように、ここをちょっと自分で色塗ってやると、もっとリアリティにね、かっこよくなるのかもしれませんが、まあね、失敗した時のリスクを考えると、このままでいいでしょうね。はい。で、ホイールはね、これは好き好きが分かれますね。大野的にはちょっと安っぽい感じに感じるのは感じるんですけど、どうだったかな？こっちとかどういう感じ？あ、こっちの方がかっこいいな。これはね、よくできてるんですよね。顔もいいし、お尻もいいしね。この箱スカのやつは、だいたい皆さんが持ってるのは一番お安い、こう、なんて言うんですかね。ここがもうね、カバードで、ここにこう、ラジエーターがガーンと出てるやつ、いつものね。それに比べるとね、これはね、本当にこう、ここにね、フェンダーミラーもあるし、で、メッキバンパー、メッキでしょ？だからね、これは一番、今までの箱スカの中では、大野は一番の出来だと思いますね。で、これ、プラスチックパーツに、金属のね、メタルのボディなんですけど、定価がね、550円だったと思うんですよね、このシリーズは。だから、これ再販してほしいっていうか、もうずっとあってもいいんじゃないかなっていうぐらいのね、出来なんですよ。これ、ちょっと裏見てみましょうか。裏が、70年のダッチチャージャー RT。ダッチチャージャーまでしか書いてないですね、これね。2010年のマテリアルですから、今から14年前の金型ということですね。すごいな、それがね、まあ変な話、ワイルドスピードが、こういう昔のね、オールドカーをこう、みんなに知らし、しめたっていうかね、もう本当にこう、いいですね、ワイルドスピードシリーズはね。まあ、大野はもうやっぱ、ね、まあ皆さんもそうですけど、ワイルドスピードシリーズによってまたね、車の、本当のいい車のね、部分をね、美味しいところをまた見つけることができたんじゃないでしょうか。まあ、ということでね、今回はこちらですね。はい。ね、いかがだったでしょうか。まあね、顔がないみたいな感じになりますのでね、ちょっとあれなんですけどね、あ、角度によってはほら、こう、黒い墨を入れたような感じに見えますしね。大野は、これも好きですね。で、どうしてもね、ここの、エンジンが剥き出しっていうのはアメリカでは許されてるし、マッスルカーでね、車いっぱいあるんで、あれなんですけど、日本はね、こういうのがないんで、ちょっと馴染みがないといえば馴染みがないんですけどね。まあ、それでもかっこいいものはかっこいいぞという感じでございます。いかがだったでしょうか？
ご視聴ありがとうございました。それではまた次回のミカ動画でお会いしましょう。ごきげんよう。高野チャンネル。